旧海軍本部ビル。現在は外務、英連邦省が使用している。アドマールティはイギリス海軍を統括、管理する機関の一般的な故障であり、日本語では海軍本部と訳されることが多い。その正式名称や組織及び機能は時代により大きく異なる。アドマールティと呼ばれる仏局は15世紀初頭にアドミラルの事務室として創設された。そして、 複雑な変遷を経て、海軍の軍政と軍令を統括する艦長となった後もアドミラルティの故障は使われ続けてきた。そのため、閣僚を長とする行政機関であった時代については、他国の相当する艦長と同様に、海軍省と訳される例も多く見られる。しかし、このような歴史的経緯から省と呼べるような組織でなかった時代も包括する表現として、 海軍本部が使われている。また、海軍本部という訳語も敵役ではないとして、カタカナでアドミラルティと表記されている場合もある。ヘンリー・パッセイアドミラルティと呼ばれる仏局が最初に設置されたのは15世紀初頭である。当初のアドミラルティはアドミラルの執務室であったが、当時のアドミラルは、提督と訳される後世の艦隊司令官あるいは海軍の将官とは異なり、 開示裁定の責任者であった。つまり、アドミラルティは、実質的には、開示関係の裁定機関であった。ヘンリー・パッセイの海軍改革により、アドミラルティは、スーミツ密院の監督下に置かれ、例下に、艦隊管理機関である、ネイビーボードが設けられた。このことにより、アドミラルティは、政治的統制を受ける艦隊の指揮、監督機関となった。その後、 心境と革命等の右与曲折を経て、組織や機能が拡充し、19世紀後半には閣僚を長とする行政機関となった。1964年に海軍省、戦争省、空軍省が国防省に統合されたため、海軍本部委員会も国防省内の委員会の一つとなった。これに伴い海軍本部委員会は1年に2度しか開催されなくなり、 日々の海軍運営は新しい海軍委員会の手に委ねられている。現在でも国防省の海軍関係部局はアドミラルティと呼ばれている。海軍本部委員会と訳される場合もある。アドミラルティの中核となる委員会であり、海軍の軍政、軍令を実質的に統括していた。構成員の役職は時代により異なるが、代表的なものとしては、ファーストロード、セクレタリー、 ファーストからサードまでのシーロード等がある。ネイビーボードは海軍委員会あるいは海軍会議とも訳される。海軍本部の下に置かれ、艦艇の建造や補修等、艦隊を管理する事務部門。委員会の形式をとっているが、実務は長官が取り仕切っていた。歴代長官から海軍本部初期官に昇進する者は多く、ファーストロードに任命された者もいた。 一方、汚職の恩賞となっており、ファーストロードがその責任を取って辞任するケースもあった。ロードハイアドミラル機海軍本部のトップ。当初ロードアドミラルと呼ばれていたが、後にロードハイアドミラルと呼ばれるようになった。国務大官の一つである。貴族が任命されていたが、やがて君主や王族の名誉職となった。1964年にエリザベス二世女王が、 ロードハイアドミラルに就任するまで2世紀以上空席であった。海軍教と訳されることもあるが、ファーストロードも一般的に海軍教と訳されている。ファーストロードもロードハイアドミラルのポストが空席の時は海軍本部のトップではあるが、ロードハイアドミラルが海軍の総司令官であるのに対し、ファーストロードは海軍統括機関を担当する閣僚である。 主なロードアドミラルまたはロードハイアドミラル海軍教時代のウィンストン・チャーチル・ファーストロードは海軍教と訳されることが多いが海軍大臣の訳も多く見られる。第一海軍教と訳されている例も見られるが第一海軍教は口述するファーストシーロードまたはファーストネーバルロードの一般的な訳語である。ロードハイアドミラルが空席の時は海軍本部のトップの役職であり、 閣議にも出席する。現役の海軍軍人が就任することもあったが、1806年以降は政治家によって占められた。1964年に国防大臣が設置されると、国防大臣に職務を統合された。主なファーストロードサミュエル・ピープス、パーレメンテリー・セクレタリー・ツーザー・アドマールティあるいは、パーレメンテリーファイナンシャル・セクレタリー・ツーザー、 アドマール機と呼ばれていた時代もあった。初期官あるいは初期艦長と訳される。当初はロードハイアドミラルの秘書官といった立場であったが、艦長組織においては事務次官に相当する役職となった。海軍本部の実務はこの初期官が取り仕切っていた。主な初期官ルイスマウントバッテン他国海軍の相当する役職は、軍令部長や作戦部長と訳されるが、 第一海軍卿と訳されることもある。軍令の総責任者であり、制服組のトップである、主な第一海軍卿、ありがとうございます。